でも本当中学生の時は本当に親にいろいろ支えてもらって家族にもいろんな我慢とかをすごくさせてしまったなっていうのは今になってすごく思うことではあるんで、うんうんうん、なんか本当皆さんね、鈴木家の皆さん特に妹さんなんか本当ねよく我慢されてますよね、本当、ね、家族でどっかに出かけて、うん、なんかこう例えば小学生とか中学生とかになるとなんかその日記みたいなよくあるじゃないですか、小学生とかと、はいはい、ありますよね、夏休みの絵日記とか、絵日記っていうか、ありますよね、そういうのとかはやっぱりこう書くことはやっぱりサッカーのことばっかりとか、うん、家族でどっかに出かけたっていうのは、うん、本当に記憶があんまりないというか、はい、本当にないですかね。だからもうずっと週末はサッカーですもんね。サッカー始めてからはほとんどそんな感じです、ね、うん、だから本当に妹は本当に我慢させてばっかりだったし、まあどっか行くってなってもサッカーについてって、うん、とか、まあ、遠征とかもやっぱり親がついてきたりしてたんで、そうですよね、富山に遠征行ったりとか、はい、まあ、遠いところだったら富山とか、うん、まあ、千葉にも名古屋市の時行きましたけど、まあ、そういうのに毎回ついてきてもらってたんで、その親の代表であったっていうのもあって、うん、一緒についてきてもらったりしてて、うん、でまあ、そこに、まあ、一緒に妹も行って、まあ、軽く旅行じゃないですけど、うん、まあ、ちょっとあ、まあ、なんちゃって旅行気分じゃないですけど、まあ、見てるけど、うんうん、まあ、そんな感じですかね。なんか本当に申し訳ないなっていう、なんかいろんなものを犠牲にさせてしまったなっていう思いはすごくありますね。当時妹さんからなんかやっぱ喧嘩になったことあります？言われて、お母さん、いや僕にあんまり言ったことはないですけど、多分親には言ってたんじゃないのかなっていうのは。鈴木純には言わないんです。兄貴には言わないですね、鈴木純と。そうですね、親には多分言わなかったのか、うん、言ってたのか言ってなかったのかわかんないですけど、うん、多分親もあんまりそういうのを僕たちには言わないようにしてたと思うんで、なんかどこかそういうお互いの気遣いじゃないですけど、まあそうですね、すごい、いやすごいいい体制ができてたんですね。まあでも本当に申し訳ないですよね、うんうん、女の子なんか特にね、あると思うんですよね、どこどこ行ったんだとか。まあそうですね、うん、間違いなく学校行けば友達がそういう話とかやっぱりすると思うんで、うんうん、まあ本当に兄弟にもいろんなうん、負担というか、ね、こういうさせてしまったなっていう思いはやっぱりすごく、うん、まあ、そういうのもサポートですよね、やっぱり。そうですね、うん、本当に僕たちには何も言わなかったんで、うんうんうん、でもまあそこら辺含めて、まあおじいちゃんおばあちゃんもすぐ実家のすぐ隣とかに住んでたんで、サポート妹を見てくれたりとか、とか出かけたりとかしてくれてたんで、うん、はい、まあ、本当に家族だけじゃなくて、うん、ね、おじいちゃんおばあちゃんにもすごく、うん、支えをしてもらってたんで、そうですね、多分おじいちゃんおばあちゃんがこういろいろやってくれたから、ね、妹さんもそんなに、そっちが楽しかったかもしれないですもんね。だから文句も出ないっていうか、まあ、出たのかもしれないけど、ちょっとだけで済んでるみたいな。あとはお兄さんもあれですか、何も特に、なんで純の方ばっか言ってんのよキャプテンだけどさーみたいな。まあ兄貴は本当に優しい性格なんで、思ってても絶対言わないと思います。ああそうなんですね、思ってても言わない、そういう本当に優しくて、へー本当に何も言わないですね、文句言わないし、だから成り立ってたのかなっていうのはありますかね。あ、本当にじゃあサッカーに集中できるっていうか、鈴木純としてはそうやって、そうですね、まあ小中学校は本当に、うん、うん、なんかすごく至れり尽くせりの環境だったなっていうのはやっぱり思いますかね。まあ、だから自分の中でもすごく、まあ、中学生の時もキャプテンだけど、うん、
中学校1年生、2年生の時とか、試合に出たり出なかったりとかっていうのも、すごく多くて、まあ、よくなんか、キャプテンベンチみたいな。ねえ、一番辛いですよね、少年時代は。よく言われてて。キャプテンベンチですか。はい。って言われるんですね、みんな。笑いながら、なんかその、言われることもすごく多くて。はい。まあ、そういう自分にもすごく、なんか嫌だったというか。はい。それ嫌ですよね。まあ、親もずっと、こう、親の代表としてサポーターに来てくれてたのに、自分は試合にも出てないとか、なんか本当に申し訳ないなっていう思いもあって、なんかそういう、辛い思いって言ったらあれですけど、まあ、プレッシャーとかもすごくあったし、まあそういう自分の立場的にキャプテンなのに試合出てないっていうところに何度かちょっと潰れそうになったというか、こともやっぱりあったんで、まあ、そういう、まあ、逆に言えばそういう、すごくサポートしてもらったから、なんかすごく申し訳ないなっていう思いもあったし、まあ、それが普通のね、キャプテンでもなくて、親も別にそんな毎回毎回来るような環境じゃなかったら、そんな思いは多分生まれてなかっただと思うんで、まあなんかそういうのも含めてすごくいろいろ考えさせられたし、成長させるきっかけになったんじゃないのかな、そういうことまでいろいろ考えるようになったなっていうのは、中学生の時にはそういう経験ができてよかったなっていうのは思いますね。そういう経験をしてきてるからこそ今指導者になって結構チラチラ見るんですよ、鈴木純がその親御さんを見に来てるその選手に対してちゃんとちょっとあの挨拶 してこいとか、あの一言あのお礼言ってこいとかよく言ってますよね、選手たちに。まあ、そうですね、まあ、大学生になってそんなことが必要かって言われると分かんないですけど、まあでもね、自分の子供の試合をまあ、プライベートの時間を削って見に来たりとか、まあ、そのなかなかやっぱり見に来れないっていう大学生にもなるとっていうのもあるし、まあ、すごく、ね、いろいろ応援してくれてる方が多かったんで、まあ、そこはね、しっかりこう大人として対応というか、あのできるようには選手には言ってるんで、なんかいつも言ってる感じがするんですよ、私行くとね、そういうことを、感謝しなさいよって、ちゃんとそういう気持ちを持ってプレーしなさいっていう、プレーで恩返ししなさいみたいなことを、多分伝えてますよね、いつも。そうですね、だそういうご自身の経験もあったからっていうやっぱりことなのかなと思って見てました。はい、はい、で、まあね、今鈴木純も人の親になりましたけど、はい、どうね、またいつか別に忙しい指導者やってて、ね、自分の息子たちが名古屋 FC に入ってとかね、行かなきゃいけなくなりますよ。今はそういうのやってないんじゃないですかね、多分。キャプテンになったらね、息子が。多分そういうのは今はやってないと思うんですよ。なるほど。ね、でもだから。いずれは味わうことになると思うんですけどね。なんか本当にね、支えられてこうプロサッカー選手ってできていくんだなって。まあこれ鈴木家の場合だけですけどね。今日は。またね、他の選手のちょっと聞く機会があったら聞いてみたいと思います。はい。今日はどうもありがとうございました、鈴木さん。はい。本当に。ありがとうございます。またね、皆さんあの。いろんな話、こういうプロになった人の経験談とか。まあ、まだ中学までしか話してないですけどね。いや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 、まあ、高校時代もね、また、いろいろね、過去の動画見てほしいんですけどね。それちょっとどうしても聞きたいということであれば、改めて鈴木さんにお願いしますんで、私から。はい。そのためにも、チャンネル登録と、いいねボタンと、コメント欄から、ぜひ、感想、ご意見、お聞かせいただければと。思います。はい、
ありがとうございました。ありがとうございます。